ダブルクロスのクエストの説明文って、凝った内容のものが多いですよね。文字通りムクロに変えてくれ。アキラは2匹、でも私は1人。みたいに、依頼主や身近な人の死を連想させるものが多いよな。で、その中でもかなり印象に残ったのがこのクエなんだけど、これは、妻が亡くなった夫の後を追おうとしてるのか。めたい話なのですが、ゲーム内ではこの妻は狩り場にいないですよね。でももし、これが現実に起こったらどうなるでしょうか。まさか、お前。そう、今回は、依頼文を再現して狩りをしたらどうなるのか、検証してみたいなと思いまして。長話もあれなので、早速詳しい解説に行きましょうか。夫の後を追おうとする妻は、おそらく自分からモンスターの元に行くよね。それを防ぐためにハンターが現地に向かい、妻を守りながら討伐、っていう流れに現実はなると思うんだ。まあそうだよな。ってなると自ら落ちに行く妻役と、それを防ぎながら戦うハンター役に分ける必要があるな。二人だけじゃ難しそうだけどどうする？あ、まりさいよ。なんか都合よく暇な人たちがいるらしいから、ちょっと誘ってくるわ。いやーちょっと遅めだけど、買っちゃった。モンハンワールド、前からすごい楽しみにしてたのよ。よし今日は徹夜してワールドやる。選べ。旧大陸に戻るか、新大陸で頭のワールドもろともオープンするかをな。1時間だけやらせ。いやーついに入れちゃいました。ライズの体験版、いろいろ新要素もあるみたいだし、今日の夜は寝れないぞ。困っちゃうな。ヨウム、今から旧大陸で狩りしない？待って、今手が離せないから。へえ、そうなんだ。手が離せないならしょうがないな。代わりに胴体と頭が離れちゃうかもしれないけど、どうする？やらせていただきます。4人揃いましたので、それぞれの役割を決めました。ヨウムが妻役で、霊夢とマリサと自分がハンター役です。詳しい話は後にして、とっとと狩りを始めていきましょう。考えるべきなのは、どうやって妻をギンレウスから守るかだよね。盾でガードしても突進は貫通するし、ブレス以外はハンターじゃ防げそうにないや。粉塵やガンランスの砲撃でどうにかする。しかなさそうだな。でも助けられませんでした。なんてギルドには報告できないでしょ。早く向かうわよ、手遅れになる前に。いたぞ、救出したいが、レウスの相手で手いっぱいだ。おっさん、今のうちに早く逃げて。やめて、助けに来ないで。あの人の後を追わせてよ。それに、今更来ても無駄よ。音であなたたちの邪魔をするし、スキルの挑発もつけてるから、私以外を狙うことはほぼないの。せいぜい助けるためにもがいてちょうだい。まあ無駄だけどね。想像の5倍くらい奥さん性格悪いな。仕方ない。こうなったら強行突破だ。奥さんを砲撃で吹き飛ばすしかない。よし、これでブレスは当たらないぜ。派手に吹っ飛んでったけど、あれはもうアウトじゃない？いや、奥さんはなぜか G 級防具を装備してるから、この程度の砲撃はかゆくもないはずだ。それよりレウスに集中す。やばいやばい、粉塵の無用策や。助かるぜ霊夢、これでなんとかしのげそうだな。ちょっと奥さん狙われすぎでしょ。こんなん間に合わんわ。今はいいけど、後半まで粉塵が持つか心配だな。あれ？でかい間を持ったんだけど、一回キャンプ送りしちゃえば、奥さんもさすがに帰ってこないんじゃないの？ふっ、甘いわね。落ちようがなんだろうが、何度でも狩り場に赴いて、命を危険にさらしてみせるわよ。なんか目的が徐々にハンターへの嫌がらせになってきてない？ってそんなことより昨夜、また奥さん狙われてる。いやちょっと待って、ダンスはそんな早く移動できないから。奥さんのとこだけ、無限にブレスが飛んでくるんだけど、挑発プラス笛だとこんな狙われるのか。って感心してる場合じゃないや。威力の高い技だけは当たらないように注意するぞ。任せろ、ハンターの臨機応変な対応ってのを、奥さんに見せてやるよ。起き上がりに合わせて。ここだー。よし、これで奥さんはノーダメージだ。奥さんはノーダメでも、代わりに誰かが犠牲になるんだよな。うん、助けるためには近くにいる必要があるから、ハンター側の被弾を減らすことは不可能に近いかな。この企画何がヤバいって、レウスを常に観察しなきゃいけないんですよ。ブレスの予備動作が見えたら、すぐに砲撃。って感じでやらないと、とても討伐まで奥さんのライフが持ちません。しかも今吹っ飛ばしたばかりなのに、奥さんもう被弾してますからね。一秒たりとも気は抜けません。一番ヤバいのは非毒性やられた毒だよね。奥さん治す気ないから、ハンターがどうにかして治さなきゃなんないもん。え、ぜひ毒を食らってほしいって。言ってねえよ、耳掃除してこい。一般人に向かって何よその言い方。いいわ、そんなに欲しけりゃくれてやるわよ。ほらよ。ちょっと奥さんじっとしててください。頼むから、あなたの毒を治す手段、解毒食えしかないんですよ。少しは自重してください。あれ？毒が勝手に治ったわ。人間の自然治癒ってすごいわね。ぶん殴りますよ。あもう、あなたたちのせいで逃げられちゃったじゃない。本当にもう、二度と追いかけてくるんじゃないわよ。この、ごっつぶしどもが。これはあれだな。何としてもギルドに連れ帰って、奥さんを袋叩きだな。ああ、そのプランで行こう。奥さんマジで戦慄吹くのやめてもらっていいですか？レウスの狙いがそっちにしか向かないんで。そんなわけないじゃない。私のお家にあるガッチと一緒よ。叩くだけで音が出るもの。奥さんそれ狩猟笛だから、カスタネットじゃない。その行動力を、少しでも生きる気力の方に向けられませんかね？無理よ。無理しか。こうなったらまた砲撃で飛ばすしか。
脚光、あなたたちの砲撃なんざ当たらないわよ。あっ、プレス気持ちいい。誰が救助依頼出したんだこんな奴に。やばいよみんな、もう粉塵がなくなりそうなんだけど。嘘だろ、粉塵もない状態で被弾されたら、さすがに助けられないぞ。ギルドは閃光玉の使用許可をまだ出してないのか。ああ、何でも失明する可能性があるらしくてな。奥さんが一緒のエリアにいるうちは使用禁止だと。ははは、何やらハンターどもが悩んでいるわ。一つアドバイスしてあげる。私の前で閃光玉が使えないなら、私のいない時に使えばいいじゃない。バカじゃないの？切れそう。あなたがずっと張り付いてるから、使えないんですよ。あら失礼ね。でもそんなこと言っていいのかしら？被弾するわよ、私が。あら手の脅しはやめてください。うおっと、危ない危ない。なんとかガードが間に合ったよ。間に合った？何甘いこと言ってるの？その油断が命取りになるって、自分で言ってたじゃない。ほらね。ほらねじゃねえよ。何ナチュラルに捕食されてんですかもう。知りすぎじゃねえよな。クソッキー産まないか。ならこれはどうだ？あれ奥さんは？やばい昨夜、ついに粉塵が尽きた。もうこの先奥さんを回復することは不可能だ。何慌てるな、この結果は予想できてたさ。まだ奥さんの体力は半分以上あるから、さすがにあと1発くらい耐えるはず。その間にギンレウスを。あー、これ行き過ぎた。行き過ぎ、あー、お互いに行き過ぎた。お互いに行き過ぎました。これは2人とも行き過ぎだから OK か。シャレにならないくらい難易度高いんだけど、この依頼。モンハンで誰かを救助するって、こんなに難しかったんだね。そりゃ今まで依頼されないわけだよ。幸い、奥さんはまだキャンプにいるはずだ。今のうちにギンレウスを買って。わ？おい冗談だろ？まさかあの人先に行ってるんじゃ。それはまずいな、手遅れになる前に急ごうぜ。待っててくださいね、奥さん今助けますよ。昨夜解毒笛。私は解毒笛じゃないけど任せろ。よしなんとか間に合いそうだ。あれ？奥さん、そんな、間に合わなかったってのかよ。どうして隠れて行ったりしたんだよ。最後かもしれないだろ。だから全部話しておきたいんだ。あと1オチを防げる気がしないんだけど。粉塵なくなってから秒でに落ちしたもんな奥さん。あと10秒も持たない気がするわ。もう3人がかりで砲撃して常に吹き飛ばすしかないよ。多少怪我させる勢いでいかないとあの人は止められなさそうだもん。へってって、役立たずどもがゾロゾロと湧いてきおったわ。我が銀の髪の洗礼を受けるがいい。キャラ変わってんだけどこの人。いやあんたも食らうのかよ。ふん、計算通り。そして起き上がった私にそのままブレスが直撃することもな。ほらもうあと少ししかないじゃん。10秒持たないってマジで。昨夜、攻撃でエリア移動させられない？いや無理無理、あの人めちゃくちゃ遠くに行きやがった。もうギンレウスをやるしかないよ。ここは私に任せてそっちを。オッケ、こっちはひるませたよ。聞いてる聞いてる。マジか、これはわからなくなってきたぞ。バックブレスも霊夢狙いだ。ついてるぜ。あれ？なんでそっちに走って。まさかあんた。そのまさかよ、私狙いかどうかは関係ない。狙われていないなら、当たりに行くだけよ。ふざけるなー。